数ばかり偽り大きい世の中にこの可愛さはまことなりけり。ええことが言うでございまして、お子たちというものができますと親御さんはひとしお可愛いらしいですな。要はご家庭でちょっと大きなってきはると悪さする。これをお母さんもお父さんも怒るのを嫌がりますな。嫁はんとよう言い合いしてますさ。ちょっとお父さん、ちょっと怒りながらな、悪いことばっかりしてまんがな。いいがな、子供やさかい、あれぐらいの悪さやったらほっといたらええが。ああお父さんはな、すぐに自分だけええ子になると思って怒りながら、怒んなはれ、怒んなはれって言うとだってこんな小さい子言うたって分かれへんが。せやから科目やってみなはれ。何科目やんなはれって言う。科目ほら科目やって怖がらすの。わたいもあんまり人ないのやらんかで科目みたいな顔してましたから。鼻へ指突っ込んで口に指突っ込んで、まあやりますけど。そうか、それ見てお母さんが怖い怖い言うて、子供さん親の顔見てゲラゲラ笑うと、はたから見るとアホみたいなもんです。それほど子供というものは可愛いもんやそうでございまして。まあ春ちゃんやないかいな。よううち分かったな。姉ちゃん長いことご無沙汰しまして、おかわりおまへんかいな。おかげさんで愛も変わらず達者やねんわ。まあまあこっち上がっとつかないけど、まあ何おっしゃんの、きれいにしておまっちゃないかいな。ほなあげさせてもらいます。ああどうぞどうぞ上がっと。うん、何にもないねんけどな、お茶なんて入れるさかい。いえもう姉ちゃんそないしてもらわんでも結構でんの。おでどないしてんの。わてでっか、今おかげでな、姉ちゃんも知ってはるようにあのおやすさんと別れてから幸せに暮らしてまんねんわ。そうか、何かいな、あんたあと持ったんか。アホらしい、何言うてなあんねんな。私一人だって。そうやけど幸せや言うてたやないか。いいえな、ほんまに幸せに暮らしてまんの。うん、いいえ、あの人と別れてから、うん、元の母屋へいて、へえ、ほで女中さんに使うてもろてまんの。またなあ、向こうのおかみさんがええ人で安定してくれはぎまんの。今日もね、お暇もろて、ちょっと姉ちゃんとこ行きたいさかい。ほで、お暇もろたんだすわ。ほな、ちゃんとしていきなはれや。風もちゃんとせなあかんし。神さんよかったら、うちの神さんへ行きなはれ、つって。おかみさんがな、紹介してくれはった神さんにって、これ言うてもらいました。ちょっと派手でっけど、ちょっと見とくれやす。ええ格好でっしゃろ。まあ、ほんまにええ格好に言うたびやないかいな。ほな、何かいな。もうこれのことはぽっつり忘れたんか。当たり前でんがな、もうあんな人とはもう二度と男に懲りましたわ。ほんまに極道ばっかしてな、最後があの通り、えしょうもないおなごに引っかかって、まあ気にかからんことはおまへんの。いえ、これのこっちゃおまへんの。残しといたあの亀ちゃんのこと、あの子が気になってな、とっきょりあんた夢見まんの。へえ、あの子のことばっかりしてんの。ちょっとあんたええこと言うたわ。あんな亀ちゃんやったらこの近所へ宿替えしていってんねんし。姉ちゃんほんまでか。そうらしいわ、この近所らしいわ。昨日もな、うちの表から覗いてんの。誰やな、見たことのある子やなと思ってじーっと見たら亀ちゃん。大きなって学校帰りと見えてな。俺亀ちゃんと違うのかって言ったらパーッと逃げていった。うん、確かな。噂をすればなんとやら、ちょっと見てみて。今老人口入ってきた。そうやわ、いいえな。昨日声かけたらな、ダーッと逃げてやったけど、やっぱし気になんねんし。え、いやーよう覚えてるわ、私の顔。うん、せやかいな、
今日もまた覗きに来たん。ほれほれ、あんたあっち向いたらあかんし、わたい声かけるさかい。亀ちゃん、亀ちゃん、おばちゃん、こんにちは。おばちゃん覚えてるか。いや覚えてまん。他の人は皆前の長屋の おばはん連中忘れましたけど、あんたのことだけはもうちゃんと覚えてまんね。あんたが一番うるさいおばはんやつ。わたいよう覚えてまん。まあそうか、わたい覚えてんねやったらここにいたはる人知ってるか。ここに座ってはる人顔見てみなはれ。知ってるかって、当たり前でんがな。話題のおかんでんが。おかん、あんな昨日もこのおばちゃんとこの表覗いたんや。ほなしゃべりのおばはんいたはってや。今日な老人口こう入ってきたら誰か来たはんのは分かったって。今おばちゃんが話題に声かけてくれはって、あんた知ってるかとこない言うて尋ねるさかいな。そんなもん忘れるわけないやろ。違うかお母ちゃん。お母ちゃん、あんたな、なんで私ほったらかしとって出て行ってしまうねん。なんで出て行ったんや。かにしと、かめちゃん、いいえ、深いわけがあってお父さんと別れた。かにしとや、決してあんたが憎くてほっといたわけやないの。当たり前やないかい。わたいな、おかんのことは一生懸命思うてんねんで。だけどな、子供のこっちゃどないもできへんねやな。おとったあんなおとったやろ。あほんだれ、あのおとったはな。子供の口から言うのおかしいけど、よっぽど底抜けとるわ、あのおとった。おいで亀ちゃん、今度のお母ちゃん案上してくれはるか。おかんに言うとくけどな、話題の お母ちゃんちゅうたらあんた一人しかないねんで。なるほどな、あんたの言うとおりな、今度のお母ちゃんらしいのは来てんで。来てたんや。もう今言えへんで。今言えへんねんけどな、あんたが出ていた明くる日や。お父さん、けったいなおなんを連れて帰ってきよって。ほでな、俺に紹介するのが、言い方が生意気やろ。初めて会うねんで。おい亀、今日からこれがお前のおかんやで。おかんに言うてみ。来ないよね。なあ、そないすぐにおかん言えるかいな。なあ、大体話題のおかんちゅうたらあんたしかないねん。初めの間ええおかんやって。ああ、来たいつかほど。あんたはしぶちんやさかい、今回おくれちゅうても、まあ五輪か一銭しかくれへんやろ。今度来よったおばはんな、小遣い一銭をくれって言うたら、ええがな、こんだけ持ってきって言って、いっぺんに五銭くれよ。これはしゃれたるわいと思ってて。ところが10日ほど経ったら、コロッと変わってきてな。もう何ぞ言うたら怒るよ。ほいで、こっちが言い訳するやろ。ほな、口答えしなはんな。ぺー。それはもう頭嫌っちょうど、ぺー。また話題が言い訳すると、またピッ。あら、えらい力でどつきょんねんで。しかしな、あ、考えて、あ、おかん、話題のこと思うさかいこなして怒りょんねんな、と思ってた。ほなな、話題の頭そないして叩かれるたんびにだんだんかとなってきたんや。おかん手が痛いねん。しまいに手が痛いもんやさかいな。今度はキセルでペッって言ってんの。向こうは手が痛ない代わりに、このキセルは答えるで。ほんまにな、よっぽどな、我が家のおっさんに頼んでな、ここらへこう、あの、バーッと輪入れてもらおうかいなと思った。ほんま。えんげつない、どつけをしちょんねんで。初めの間、おかんやってんけど、だんだんな、そないしてな。そうこうしてる間にな、お父さん仕事にいたらな、いつもやったら、おかんやったらやで、お父さん仕事に行くの早うから起きて、
お父さんの弁当のこしらえから朝ごはんの用意までするやろ。ところがこのおかんがな、なかなかそんなことしよるかいな。え、朝いつでもお父さんより遅起きよんで、え、それも遅いのにも程度があんで、大抵お昼回らな起きよれへん。起きたらご飯も食べんと近所しゃべり歩いとん。そうこうする間にな、お父さんもよっぽどたまりかねてんな。おい、お前みたいなことしてたらいかんがな、もう分かるよとこない言うたら、別れられるもんやったら別れててみなはれ。何言うてらはんねん。わたいが嫌がってんのにここのうちあんたが引っ張ってきたんやないかい。何言うてんの、生意気なこと言いなはんねん。お父っつぁんボロクソに言われとん。旗で見てる子供の気持ちになってみ。そら腹が立ったで。せやけどな、それが積もり積もって お父っつぁんによっぽど腹に据えかねえよってんな。あるいいな、お前みたいなやつは出てきたらね、大きな声出してバーンと蹴飛ばしよって、ああその女が出て行っちゃって、その時初めてお父さんお前に謝りよって、亀、俺は長いこと夢見てた、悪い夢やった、今ようやく目が覚めたと、こないよ、ほんで言うたんやんで、お父さんに。今覚めたんでは遅すぎるっちゅうやん。なんか初めから分かったるやないかい。お父さんもうちょっとあんた、お父さんに言わなんだけど、もうちょっと早目覚ましてもらわな、わいの頭ぼやになるとこやん。もうこの間うちから我が家のおっさんに頼んでわー入れてもらおうと思うぐらいやん。ずいぶん偉い目に遭うてんでって言った。そやろ、俺が何もかも悪かってな。亀、お父さんな、もうこれからな、酒も飲めへんし、真面目に一生懸命働くさかい。な、せやかいな、金してくれよ。その時な、お父さん、ほんまに涙こぼしてな、そないよって。それからちもはな、一生懸命働いとんねん。あ、ほんまに真面目にな、仕事に精出して、うん、もう休みの日でも、うん、もう、大抵の職人さんは休んだら、遊びに行くもんやけどな、お父さんそんなこともせんと一生懸命うちで手内職しとんねん。あら真面目になりよったで。あんな、お母ちゃんが思てるほどの悪いやっちゃないで、あれ。なあお母ちゃん、できたらな、おやがてほんまのおかんやお父さんと三人で仲よう暮らしたいで。なあお母ちゃん、もう真面目に心入れ替えとるさかい、蚊に立ってな、うち帰ってきてや。ほんまか、そらしてな、あんたずいぶん苦労さしてんな、蚊にしとや。ちょっと姉ちゃん、姉ちゃん、なんやね、ちょっとあの相談したいことがあんの。すめへんけど付き合うとくな、あれ。亀ちゃん、あんたうなぎご飯好きやったな。うなぎご飯いたって好きやれ、うん、あらもう長いこと食うてへんわ、はあ、うなぎご飯ごちそうしてくれんの。あの横町にうなぎ屋ができたあるやろ、向こう行ってな、ご飯一緒に食べよう。ほいで、あのこれからすぐに行くさが、あ、それやったらいっぺん帰るわ。いっぺん帰らんとあの極道のお父さん心配しよるさかい、うん、やっぱりじゃあのちょっと顔見したらんといかんさかい、いっぺん帰ってくるわ。ほいで改めて出てくるさかい、横町のうなぎ屋やな、ほなすぐに行くさかい。そうか、なちょっと待ちで、ちょっと待ちで。あんな、お母さんもっとしてあげたいねんけど、懐の都合があんの、うん、これあのわずかやけど、え、あ、言うとくし、お父さんにわてにもろたっちゅうたらあかんし、もしもお父さんが聞いたらどっか知らんおばはんにもろたっちゅうて、え、これ小遣いあげよう、これ取っときで、遠慮せんと取っときで。遠慮してるわけやないね、驚いてんね。そやないか、さっきも言うた通りは今までやで、
小遣いをくれ言うたらもう一銭か五厘に決まったってん。それはやで50銭玉やこんなのくれんの。人間は苦労せなあかんな。やっぱし外で苦労してきただけに、ああよう話がわかるようになったな。あ、ほな遠慮なしにもらうわ。うん、あな、わいあの靴が破れてんね。うん、おとったんに言うてんけどな、ちょっと今懐の都合があるさかい、懐段取りようなったらこうたるわとこない言うとって。うん、あら50銭あったらな、な靴買えるし、ほいで帽子もついでに買うわ。ほいで服買うて、ほいで、あ、そや、あの寒い時にな、おとったん毛布がないね。うん、おとったんに毛布買うたるわ。ついでにこたつも買うたる。備え業さん買われへんがな。何でもええさかいな、今言うた通り、おとったんに言うたらあかんし、分かったる。ほな後から行くさかいな。おとったん、ただいま。ただいまやっかい、あんたら。おとったんな、我の帰りが遅いさかい心配してたん。いいえな、今日は俺が休みで、うちで待ってんの分かってるよ。それをば心配さしやがって、あんたら。どうして、ちょっとあの、使用があってね、うん、遅なって えらいすまへんでした。おとったん、あのな、この前おとったんに頼んでたやろ、靴買うて言うて、うん、心配せんでもええわ、うん、靴自分で買うさかい、ちょうどな50銭あんねん、 こんだけあったら靴2足買えるさかい、うん、これで買うさかい、もうおとったん心配せんといてや。50銭おい、50銭も銭どないして。あんな、そうや、うっかり言うた。あんな、これあの、知らんおばはんにもろて。知らんおばはんに、こっちかせ。その銭こっちかせ。よっしゃ。そこへ座り。そこへ座り。なんやねん、おとった。急に様子が変わったな。何もそない声顔せんでもええがな。いや、心配せんでもええで、その50歳はな、訳があってお会いにくれはったや、うん、よその知らんおばはんや、うん、あら、べっぴんさんやで、うん、それくれはったや。おい、亀、お前、これ何や知ってるか、この金槌。あれな、なるほど、お父さん、解消ない。解消はないけど、我にそんなことをさすようなことをしたか、今まで。お前が欲しいというもんがあったら、お父さんは無理してでもなんとか段取りつけて、お前、大抵のもんはこうたったやないか。なるほど、靴買うてくれ言うてた。俺は洋館なんだ。せやけど、もうしばらくせ、辛抱せ。それがためにやで。他の職人は休みやさかいって言うて芝居見に行ったり、酒の好きなやつは酒飲みに行ってるの。お父さんはな、あの女の子と別れてから酒一滴飲まんてやで。遊びたいとこいえもいっぺんも行かんと、こうしてうちで内職してんの。こら、我がやで、学校でいつ何時銭がいるやわからんさかい、こうしてお父さんが内職しながらやな、我に恥かかすまいとすりゃこそ一生懸命働いてんねや。せやろ、それをば親の顔に泥塗るようなことしやがって。こっちへ、おとた無茶したな、何やねん。何やるかい、正直に言え。水知らずの人がやで、使い下とかなんとかの打賃に一銭二銭の銭ならくれるかわからん。水知らずの人がやで、50銭も大金を誰がだわけもなしにくれはんねん。言わんかい、言わんかい、己まだわからんのか。よし、言わんねやったらこの金槌でずざわじゃ。ちょ、またもうおとったん、もう そんな無茶しないな。もう随分な頭鍛えたんで、来てるで。だから金槌はあかんわ。何もかも正直に言うわ。
実はな、お父さん、おかんにもろて。お母はん。お母ちゃんやがな。お父さんが不実なことしたがために出ていたお母ちゃんや。お母ちゃんにもろて。ダメ。ほんまか。ほんまやな。近所の来とったよ。あ、前のあの長屋にいてたらな。そう、あのおさきさんちょの、うん、向こうのおばはんとこに来とったよ。うん、おで、わたいあの昨日表通ったらな、あのおばはんが言おったさかい、おで今日もあの向こうの表通ったよ。ほなおばはんがな、亀ちゃん入っといて、おでこの人知ってるかちゅうの。ほらな、べっぴんになってんで、そらそら、うちにいるときはな、初対やつれしてな、ほら化粧一つせんと汚いおかんやったけど、ほら綺麗に髪結うて、ちゃんとお白いつけて紅さして、そらべっぴんになっとんで、うん。ほいでな、あのお父さんの話したんや。うん、そらお前かてお父さんの味方やもん。うん、そらちゃんと言うたんで、悪いとこは悪い、ええとこはええと、ちゃんとけじめつけて話したわ。うん、今は真面目に一生懸命働いてるさかい、昔みたいなことないさかい、おかん帰ってくれ言うてな、わい言うたらな、どうやらまだ脈があんで、うん、ニコッと笑いよった。うん、おいで、これからあのうなぎ屋行くね、横町の、うん、あの大きなうなぎ屋、うん、向こう行ってあのな、うなぎ丼呼ばれんねん、いてくるさかいな。ちょっと待て、行くねやったらな、よそ行きの着物と着替え。いやいや、そんな風して行かれへんで、よそ行きの着物と着替え。あ、よしよしよし、気ぃつけて行けよ、よしよ、あんな行ってくるわ。子供が出ました。さあ、もうそうなったらお父さん落ち着いてられん。表へ出たり入ったり、出たり入ったりしてたが、しまいにたまらんようになるよって、羽織の一枚も引っ掛けて、うなぎ屋の表を、ま、お表をうら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 しとる。ここのうなぎ屋か。二階やろかな、雑誌は。ちょっと顔出しよったらええもんな。通りかかったような顔してな。もっぺん引っ掛したろうか。あの虎子のガキマやで。そや、亀子やった。何よ。なあ、もう頭がおかしいなってんねん。そや、もういっそのことうなぎ屋入ったろ。ほんじゃ、えい、お越しやす、どうぞどうぞ。あ、ちょっと尋ねますが、あの年の頃11人の男の子と女子連れ、3人でお宅へ寄せてもらってもらうか。お父さん、お父さん、おばあちゃん、お父さん来た。お父さん、何を言うてんねん、ここに来てんの分かってるやろ。年の頃11人や。何ぞ用事か、こっち上がっといて。おばあちゃん、お父さん上げてもかめへんか。お父さん、遠慮せんと上がっといて。ああ、心配することあれへん、おやがいてんねんだから。心配せんでもああっといて。そうか、ごめんやす、ちょっと用事があったもんでしたから。ほいで表へ通りかかったら、さっきあの亀子が、このうなぎ屋へ寄してもらう言うてね。へえ、おさきちゃんでな、長いことご無沙汰しまして、おかわりおんへんかいな。まあ何を言うてなはんねん、こっちを見なはれ。おきおき、終わる。久しぶりやな、ずいぶんお前変わったな。あんたもコロッと変わりはったな、ご機嫌さん。いや、あのね、ちょっと用事があったもんですから、表通ったんですわ。へえ、で、あの
よしてもろてへんかいなと思ってね。へえ、まさかあんた、お崎さんも一緒やとは知らなんだもんですが、えらいご無沙汰しまして、ほんまに相も変わらず貧乏暇なしで、いっぺんご挨拶に行かないかんなと思ってね。へえ、ほんまにさっぱりわやでさ。へえ、もう何から言うたらええやらわからんの。へえ、まあそういうわけで、何のこっちゃちょっとも分かれへんやないか。あんな、いいえな、今もおはるさんと話した。え、元に収まる気はないのか。なんです。いいえな、本人はもう特進してんの。できたら元の鞘に収まれへんかって言って話した。ほな万事わたいに任せてくれたな。どうやろう、元の鞘に収まるのが一番ええねんやないかいなと思うの。大事な亀ちゃんが喜ぶやろな。どうです、わたいに任しとくなはるか。おぎ、おきありがとう。そら、おはるさえ承知してくれんねやったら、それに越したことお前、万事お任せいたします。ほんまかいな。どうや、案ずるより運が安いな。これで元通り収まったやないか。姉ちゃん、いろいろすんまへんでした。いいえな、もうそんなごちゃごちゃ言わんかて、もうちゃんと話が決まってんだから。もっぺん片目の杯一緒にやりまえな。任しときなはれ。しかし考えてみたら、昔の人はええこと言うてはるわな。夫婦の間に子はかすがいとは、ほんまによう言うたんな。ええもんやな、子供ちゅうもんは。おばちゃん、ほなわいかすがいだ。そうやわ、あんたがかすがい。あ、どうりでおとったん金づちでどつく言おったはずや。お時間でございます。どうも。はい、類は友を呼ぶ、目の寄るとこへ玉とか申しまして、商売が知ってやさん、ここのお宅が妙なうちでございまして、ご主人は言うに及ばず、番頭さん、でっちさんに至るまで、至っての芝居好きでございますが、今朝も今朝とで、表をきれいに掃除をいたしまして、のれんをかけたとこへ、表から、おはようさんで、お、よっさんでか、はようからなんでね。いえ、実はね、うちでちょっと不幸が取れましてね、それがではね、この前にお宅へ預けました、総連用の紙芝居を出しに来ましたんで、ここに札と伝統はさかい、お渡しはさかい、一つすぐに出していただきとはんねんけど。ああ、さようか。何かご不幸がそらいきまへんな。ええー、承知いたしました。これ、定吉。ええー、よっさんとこのこの前入れはった総連用の紙芝居や。うん。3番ぐらいにあるさかい、すぐに出していってあげて。承知いたしました。3番ぐらいや言うたはったな。ガラ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 。隣の稽古へ。3番ぐらい来たらいつでもこの音が聞こえんねん。たまらんな。そうや、この林でやる芝居が確かあったはずやで。あるある。そうや、ちょうど持ってこいや。出しに来たもんが紙芝居や。忠臣蔵の三段目喧嘩場。あれ、ちょっとこの林買ってやったのか。遅い遅い、そんなわりしは拙者悠々の誤り。まだお天にいずるも間もあらんかと、次に控えおりしところ、二度もが妻顔よ、家来早の官兵を持ち、知っ
道公へ若の添削いざご試験のくだされ何そこもとの奥方かおよ殿この武蔵の神に若の添削とな。どれどれ拝見いたしましょう。なになに、さなぎだに重きが上のさよごろも我が妻ならで妻なかさねそ。さなぎだに重きが上のさよごろも我が妻ならで妻なかさねそ。ハンガンドリ、おめゃこの歌ご老じたか。今が初にござりまする。ハンガンドリ、ご自慢させ。そこもとの奥方かおよ殿、ご器量といい、ご出席といい、読まれる歌が格の通り、そのような美しい奥方のそばに粘りついてごなるゆえ、はぐ途上が遅くなる。そこもとのような侍を物に例えてもそうなら、命の船と申する者は、わずか二軒か三軒の命をは天にも地にも変えがたいところをと心得、井戸替えの右に若い者に鶴瓶にて組み上げられ、今にも殺されようとしているところへ、二度ものような慈悲深いものが通り合わせ、助けあり、大川へ放ちあれば、あまりの広さにどうしない。あちらの橋食いでは花柱をぴしゃり。こちらの石垣では花柱をぴしゃり。ピリピリピリとおてこねます。そこもとがその通り、わずか53,000,000,000をば天にも地にも変えがたいところをと心へ、かく御殿へ登場なさば、あまりの広さにどうもしない。こちらのついたてでは花柱をぴしゃり、あちらの柱では花柱をぴしゃり、ピリピリピリとも出こねます。おお、そう申さばそこもとの顔がこんなに似てきた。おお、船だ船だ、船侍めが。筆頭公にはご出目されたか。ハンガン殿、そこもとこの武蔵の神にいつ笹もられた。笹は飲んでも飲まいでも、とむるところはきっととむる武蔵の神。すりゃ、ここに死んでおゆやったか。本心なればなんとした。本性なれば、本性なれば。
おい、紙紐をどないなってまんねやろ。それに出かかってまんねや、早いことしてもらいまんやろが。えらいすまんことます。もうしばらくお待ちを。ほんじゃ、すまへん。あ、ほら、待ったんでか、なんでね。この前お宅へ預けました布団はすな。ええ、布団預かってますけど、実は恥はなあかりめんねん、銭に困りましてね。ええ、あれ、貸し布団屋の布団ね、お宅へ掘り込んだんだ。ところがあんた、長い間掘ってあるもんですさかいね。貸し布団屋のおばはんが朝からやいのやいのちゅうてあんた催促しとりはんね。もう銭がないもんですさかい、友達とかあっちこっち恥のは、ようよあんた、今銭段取りしていたんだ。すめん、ここに札と銭がおますさかい、すぐに出してやっとくな、あれ。あ、さようか。ええ、わかりました。ちょっと待っておくれやした。万堂丼。え、どうぞ、なんでます。な、松さんとこの、この前預かった布団3番ぐらい、あ、ちょうど幸い、3番ぐらい、佐々木がな、よっさんとこのな、紙紐を出しに行って、まだ帰ってきておれへん。いて、せいて欲しいねんけど。え、承知いたしました。また佐々木何をしとんねやろな、3番ぐらい入ったらいつでも暇がいんねん。あ、出てきおれへんはずや。紙紐つけて向こうで目向いとんねん。また芝居しとんねん。さらに、あ、バンタンでっかいな、ええー、とこ行きなあった。いいえな。今、忠臣蔵の三段目やってはんねん。役者が足らんもんですさかいね。わてあんた、諸ノーとハンガーさんと二役やってたとこだ。ちょうどよろしいわ。これからね、三段目の返し、平外だね。ちょうど役者が足りめんに、ええー、とこ行きとくなった。へっとっとくれやす。うだうだ言いないな。よう、そんな気楽なこと言うてんで。旦さんもよっさんもえらい怒ったんで、早くとその紙紐持っていかなあかんで。ほんで、バター何しに来はった？わしかいな。わし、まっつぁんとこの布団出しに来て。あ、まっつぁんとこの布団、ここにおまつさ。ちょうどよろしいわ。ええ、これからさっき言うた通り、塀外でしたろ。ちょうど塀のかき割りにこの布団持ってこいだんね。どうです？これから一つ、バンターハンと二人で芝居しようと思いまんねんけど、手届くなるか。面白そうなな。ほんなら、やろうか。ほな、すめんけどね。この布団、こっちの端、わたい、くに打ちますさけ。バンダン、そっちの端、くに打っておるやつ。打ってくれありましたか。ほな、ぼちぼち行きますぜ。喧嘩じゃ、喧嘩じゃ。そうか。バンタハン、オカルてな柄やないな。バンタハンやったら、まあ、お猿が関の山や。ほら、こうしまえ。飛ばしまえ。ね。もう、オカルの出やめといて。万内の出から行きまえか。バンタすめけど、一つ万内やっとくなあれ。万内やったら、あんたにうってつけの役ですさかい。一つ頼ますさ。ええ加減にしときゃ。
自分が官兵やってわてが番内か。どうしゃあないな、他にやる役がないねんさか。ほんなら番内やるさかい。ほな一つ番内の手からいとくれやす。ほんなら行くで。あ、まいれまいれ。すまんごって、もしすんまへんけど上島はよ出してもらえまへんやろうが。いつまでかかってまんねん。もう葬式帰ってきますやんた。ぼちぼち骨上げにいかんなれまへんから。まことにあいすまんごって、しばらくお待ちを。私が見てきますさかい。奥へやってまいりますと、蔵の中はますます火の手が上がってある。やっとこいしょもうぐらいいたら帰ってけ。あ、帰ってけ。あるや、また二人とも蔵の中で芝居してくさんね。え、あは、中心蔵の三段目の開始道行きやな。さだきちが官兵で番頭の番内か。なかなかいい芝居やがな。これだけのええ芝居に木戸がなかったらもったいない。さしずめわしが木戸番やったのか。ちょうどええわ。この台ここへ持ってきて、この上へ上がってよか。もし妙なうちでんな、
入っていくやつ入っていくやつ出てけえしめへんで、さいな。もう困ってまんねんがな、あんた、ソ連帰ってきたらどない紹介なとってさっからあんた、ひらひらしてまんねん、さあだ。うちもだんねん、もううちでね、もう貸し布団にあの、おばん待ってまんねん。早いことせな、どんなりまへんわ。どないしまよ。どないしまよって、もうこれ以上待ってられまへんで。いっぺん奥行ってみまやか。ほな、奥行ってみまよ。おい、ちょっと待ちなはれ。なんでんねん。なんでんねん、おまへんが。あの、蔵の表見てみなはれ。え？おやさんが台の上へ座って何や言うてはせ。札こうて、札こうて。何をしてまんねやろ。もういい。いっぺん蔵の中見てみなはれ。え？でっちと番頭があんた目向いて芝居してまんがな。本に何をすんねんな。あ、見てみなはれ。あのでっちの着てる紙紐、わたいが出しに来た紙紐で今、しわくたになってしもたあるわな。わたいのあんた出しに来た布団、後ろへ食い付けにしてまっせ。むちゃしよんな。そないしまよ。どうもごもわすかいな。中入って取りに行きまよ。ほんならそないしまよ。これ、どこへ行くねん。何を言うねん。どこへ行くって中へ入んねん。無入りはならんぞ。アホらしい。表で、札が渡しております。明治19年、おしつまりまして12月でございます。東京の府県所、今、大阪行きの最終列車が出る間際でございますが、乗りましたのが、尾上菊之助でございます。菊之助が汽車に乗りますと、後に残りました松助。その当時の尾上松助という、まあ今では名優とされておりますが、大阪から東京へ行った役者でございます。なあ、世の中ちのはわからんもんや。わしは大阪で生まれて、大阪で育って、今は来ないして東京で、おかげで一人前の役者になれたんや。それに引っかえ、東京で生まれて、東京で育った若旦那が、大阪で役者せんならんで、世の中考えてみたらおかしなもんやで。あ、あらな、くれぐれもお体気ぃつけていてくれやっしゃ。なら、松助、いてくるわ。発車のベルとともに、汽車は大阪へ向かって走り出しました。後に残った松助、上がらんな。一生懸命、やってきてくれやっしゃ。必ず、東京へ帰ってきて、いい役者になってくれやっしゃ。上がらんな。いてしまいやった。なあ、ああして若旦那は親旦さんの歓喜に触れて大阪へ行ってしまいはったんや。しかし親旦那も酸いも甘いもかけはか噛み分けたお方や。必ず感動は許してもらえるやろ。さあ帰る。あ、そこにいてんのお徳さんと違うか。ああ逃げんでめ逃げんでめ。何かいな、お徳さん。あんた、陰ながら、若旦那、送ってくれたんだ。おき、おきありがとう。松助おじさん、さしてがましょますねんけど、若旦那が大阪行きはんの、送らせていただきました。ああ、わかったろ、わかったろ。いやあ、よう苦労したな。いや、あんたの苦労も、若旦那の苦労もわかる。なら、なまじ、おとわやの息子がために、あんたとこんなつらい別れせんならん。ええ、若旦那は大阪、あんたは東京、別れに暮らさんならん。いやいや、心配せんでもええ。しばらくの辛抱へ、必ず、花が咲くときがある。もうしばらく辛抱しなはれ。なあ、お徳さん、このお徳という
おなごが原因で、菊之助がお父っつぁんの歓喜を受けたわけでございます。大体、尾上菊之助という人は、五代目菊五郎の養子でございまして。ところが、菊之助が19の年に、初めて五代目菊五郎に実子が生まれました。これが、本名を幸三、後に牛之助から六代目菊五郎という名前になる方です。六代目菊五郎、音羽屋の六代目と諸閣の六代目とはえらい違いでございます。ご承知の通り、名人と言われた六代目が生まれた時に、この馬として来ましたのがお徳、このお徳さんというのがいたって若いんですが、若い自分に結婚して婿飯と別れて子供があったんですが、子供がすぐに死んだがためにお乳が出る、それがために今申します牛之助、後の菊五郎の乳母に雇われてきたわけです。なし一つ屋根の下で、年若い菊之助とお徳がおります。いつしか二人が肉からん仲になりました。当人同士は人目にわからんように努めますんですが、やはりいつしか人の口の歯にかかるようになりました。これが親の五代目菊五郎の耳に入りますと、自分の子供の乳母と養子の菊之助がそういう仲になったということが世間に知れたら具合が悪いというので、その日のうちにお徳は暇を出されました。それを聞いた菊之助が、お父っつぁんの言うことも聞かんとお徳の後を追うたがために、とうとうまあ音羽屋のうちの養子おば感動になったわけでございます。そして大阪へ出てきたわけです。大阪へ出てきますと、松助に教えられた通り、道頓堀の角の芝居、ただいまの角座でございます。今道頓堀で芝居を見ようと思ったら、中田の新喜劇しかおまへんが、昔は道頓堀には五座の櫓と申しまして、五軒芝居の小屋がございました。この五軒の中でも、中の芝居と角の芝居、これは大名題の役者やなかったら出られなんだそうで、その角の座長、尾上民造という人、ここへ訪ねてまいりましたのが、今申しました尾上菊之助でございまして、あんたかいな、東京の寺島の息子あんじゅうの、初めてお目にかかります、私が民造じゃ。親方、どうぞ一つよろしゅうお頼申します。いやいや、改まった挨拶は抜きにしよう。いやいや、松助からちゃんと手紙で聞いたんね。よう来なはった、わしみたいな人間訪ねてきとくなって、嬉しい嬉しい。実はな、もう今日明日に着けやろうと思って、あんたが来たらすぐに住めるように、実はな、あよいわし、あ、こんなこと言うたらな、東京生まれのあんたにはあよい橋がどこにあるや知らんやろけどな、この角の芝居をちょっと東へ行って、初めての橋や、ああ、宗右衛門町にかかったら橋、これを相生橋っちゅうんじゃ、ああ、この橋を渡ってな、ほいで今度渡ったとこを東へ行くとな、初めての通りが千年町、そこはちょっと北へ行ったら東側に荒門屋がある、そこの二階をはちゃんと買ってあるさかい、用意してあるさかい、そこでしばらく落ち着きなあれ、いろいろとお世話になって、あいつまんこって、いやいや、もうそんな礼言いなさんな、
音羽屋って言ったら親類同様やがな。わしも己を名乗る人間や。そんなことはいちいち礼言わんでもええ。それからな、あんたな、実はこの春芝居太閤記十段目を出すね。ほれ、わしの光秀にあんたに十次郎を務めてもらいたいと思うねが、どないや。新参者の私にそんな大役をば、やや心配せんでもええ。あんたのこっちゃできるはずや。わしの光秀にあんたの十次郎、あんただけのそっぽがあって、それだけの器量、いい十次郎ができると思うが、どないや。親方のご厚意、この菊之助、心から お礼申し上げ、いやいや、これ、今も言うたとおり、礼儀なんだ。それからな、あんた菊之助って言うてなはるけどな、菊之助では大阪では他にさっさありがあるさかい。どないや、大阪にいる間、尾上将校という名前で勤めとくなはるか。どうぞ将校でお願いいたします。ああそうか、それやったらな、早速な、春芝居から明日から稽古やさかい、明日早うに来とくなはれや。かしこまりました。さあそれからわずか10日余りの間、一生懸命稽古をいたします。いよいよ春芝居、ご承知の通り1月の元旦が初日と今の方は思いあるんですが、昔は12月の31日が初日でございます。もし今年の正月はいい芝居でなさいな。やっぱしな、肝っ玉の親方が出しはる芝居、正月から十段目が出てましたろ、この芝居が一番よろしわって。いや、この芝居が一番よろしって何がよろしい。なんちゅうたってあんた今度十次郎を務める役者、尾上祥子、ほらね、我々まだいっぺんも見たことおまへんねんけどね、ええ役者ら小学生、そらそうでっしゃろ。これだけ役者が揃ってる中で十次郎を務めるんですさかいね、そらええ役者に違いおまへんな。もしあんたその将校中役者見張りましたか。ええ、どうなんだ、私前に見たんだ。どこでこの角の芝居で、ほんまでっかいな。あのね、この前そう、あれがましたよ。なんです、和島内の芝居。へえへえ、和島内の芝居、あの時の和島内が将校でか。何言うてなん、和島内は民道でんが、ほなその将校中役者は何やってまして。ええ、あの時の虎ですわ。いや、なんでかや、虎の役者が将校という、将校がおますか。何を言うてなん。男のお客さんはそんなしょうもないこと言うてわーわー言うてますが、さりきに座った芸者長、姉ちゃん、なんやね。いいえな、今度の芝居でちょっとわたいな、おかしいなと思うとこあんの。何がおかしいね。そやないかいな。なるほどな、光秀は民道親方でええか知らんけど、十次郎がちょっと役不足やないかいなと思うの。なんでやね。なんでって将校ってな役者、今まで見たことも聞いたこともないやないか。そんなしょうもない役者がなんでそんなええ役すんね。あんたは知らんさかい、そんなこと言うてんの。あんたな、この将校藩ちゅうのはな、東京の五代目菊五郎の息子藩、東京で菊之助ちゅうたええ役者やねんし。まあ姉ちゃん知ったの。うん、この前東京行った時に見してもろた芝居で出てたわ。そらええ男やし。まあ姉ちゃん、そのええ男、うん、話題かてな、
もうちょっと年が若かったら、あの気分の助に極道紹介なと思ってたぐらい。まあ、さよか。その辺いい男でっか。ほな、こないしますわ。何すんの？いいえ、今日旦さんが来はるさかい。あんたとこの旦那さんが来はったらどないすんの？お小遣いぎょうさんもろて、証拠班呼んで、おいしいもんぎょうさん食べさして、ぎょうさん衆にあげるわ。旦那こそ、面の皮。ええ、面の皮出ますわな。そんなことを月々に喋っております間に、幕が開きました。さあ、そうなりますと、初めて出てる、尾上証拠ちゅうのはどんな役者やろ。皆が期待をして見ておりましたところが、暗にそういたしまして。幕が下りまして、芝居が終わる、お客さんがぞろぞろ帰る。証拠は初日のことですから、舞台済ますなり、化粧も落とさんと取り打ち帽子を目深にかぶって、表へ出てお客さんの評判を聞いております。おい、今日の芝居見たか？ほんまやな。えらい十段目見たで。ババがついたんな、あの芝居。そんなえげつない言い方しな。ババってなこといいな。そやないかいな。大抵十段目の芝居って言うたらやで。いい芝居やがな。いやいや、そらな、三つ秀ではよかった。あの、十次郎が悪いがな、ようあんな役者に十次郎刺したな。ほんまやな。悪い芝居やな。あら、よっぽど棒だらやで。姉ちゃん、なんやね。姉ちゃん、しょうもない役者紹介せんといと。私がいつ紹介した？そやないの？東京の菊之助ちゅうてええ男や中坂い。私あの昇華班の芝居一生懸命見てた。あんな大根ないわな。もうほんまにつくづく嫌になったわ。今日旦那はんちゃんあったら、ぎょうさん小遣いもろて。何かいな。大根の昇華班呼んで、ごっつを食べさして、ぎょうさん週にあげんのんか？いいえ。支社賃やって東京へ帰すわ。皆がむちゃくちゃ言うとおります。これを聞いた証拠、顔の色を変えまして、学家へ戻ってまいりますと。親方、誠に不出来で申し訳おまへん。証拠は、何を言いな。不出来。よう、そんなこと言うで。あのな、今日は初日や。初日からうまいこと行くわけがないが、いやいや。今日がイカなんだら明日、明日がアカなんだら明後日、そのうちにようなるわいな。そんなこと気にすることはない。しっかりやんなあれ。親方、そしたら十次郎を務めさせていただいてもよろしゅうございますか？しっかりとやんなあれ。さすが肝っ玉とあだ名を取った民蔵。それぐらいのことでは驚きません。一生懸命やりなはれ。証拠を励ましましたが、証拠は明日明後日どころやない。来月も再来月も相変わらずお客さんから大根、棒だらちゅう不要を買います。そのうちにだん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 お客さんの評判が悪いので、役がないようになっていきます。そうこうするうちに一年経ちまして、今日も京都で芝居が終わります。役はあんまりええ役がない。早うに体が空いて、うちへ帰るにしても一人で住んでる荒門屋の2階へ帰るのは仕方がない。そこらぶらぶらしてふっと空を見上げますと、冷たいもんがちらチラシと、おお、寒い。はあ、寒いな。私は何と思うで、おとっさんに立てついて、大阪へ出てっけんやろ。はあ、寒い。音羽屋の名前はいりまへん。六代目は結構でおますと、
お得のために意地張って、東京がいかなんだら名古屋、名古屋が赤なんだら大阪と思うて、大阪まで来たがやっぱし赤なんだ。えらいことしたな。お、うっかりしてたが、ここは法然寺。あら、この寒空に素足でお不動さんにお役と踏んでる、あの長藩見たことがある。あ、お得や、お得、お得。あ、若旦さん、お芝居済みましたんか。うん、お得、おめえいつ来たんだい。へ、今日着きました。着くなりすぐに若旦那のお芝居見せていただきました。わかった、おめえなんだね。おいらの舞台を見て、おいらの芸がまずいから上手になってくれってんで、お不動さんにお役と踏んでるんだろ。若旦那何をおっしゃる、あほらし。若旦さんのお元気な姿見て私は喜んでおります。いやそうやない。もうそんなことはよしなよ。おめえがいくら神信心にしたって俺の芸が上達するわけじゃねえ。おとく、俺はな、どっかの旅回りに駆け込んじゃうから、おめえも俺について一緒に来てくんねえ。若旦那、なんでそんなことを言いやす。いや、俺はどうしたってね、大阪の水には合わねえんだ。ちょうどその年の顔見せ、京都の南座へ中村芝翫、中村福助のお役が出てまいります。この芝翫がぜひ関の殿、住留めおば大阪の将校にやらしてくれという声がかかりまして、まあ評判もじりじりとようなってまいりましたので、芝翫の要望に応えて将校が南田で住留めを務めました。これが非常に評判がようて、顔見せを打ち上げて大阪へ帰ってまいりますと、若旦那、おめでとうございます、千秋楽。うん、おとく、無事に勤めたよ。ちゃんと荷物ができています。どうぞ東京へ帰っておくれやす。おとく、じゃあお父っつぁんからの手紙おめえ見たんかい。見ました。どうぞ東京へ帰って一生懸命やっとくれやす。おう、おとく、俺はな、旅回りの役者になったって、おめえと別れろというあの手紙は俺は反対だ。俺はどんなことがあってもおめえとは別れねえ。分かったな、そんな無理なことをおっしゃったらいけない。どうぞ一人前の役者になってから晴れて男と呼んどくれやす。それまでどんな苦労があっても私辛抱いたします。どうぞ帰っとくれやす。再三押し問答があったんですが、男の情熱にほだされました。しぶしぶ男を大阪へ残して菊之助は東京へ帰ります。ところが人間の運というものはわからんもん。それから徐々に人気が上がりまして、今では東京でも菊之助という男随分の人気。3年経ちまして、大阪へ菊五郎菊之助親子が
道頓堀の中座へ出るということに話は決まります。さあそうなりますと大阪の芝居のすまんやかましいのやかましないの。ちょっとなんやね、あんたな旦那はんにぎょうさんお小遣いもろて東京へ返すちゅうてたあの商家はん、あんたに支社賃ももらわんと東京へ帰りはったけど、今度へ役者になってきゃあんねんで。姉ちゃんほんまでっか、えらいことしたわ。あの旦那はんもこないだ死んやはった。今度来はったらどないし、そんなこと知らんわいな。お客さんは皆わー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 騒いでおります。ところが男は苦労したあまり体を壊しまして、今では起き上がることもできない病気にかかっております。お徳さん、お薬煎じてきました。さあこれ飲みなあれな、はよ言うなんなあれや。証拠班がな、今度お父さんとこの大阪行きゃありまんねんで、はよそのお薬飲んでようなんなはれ。おばさん、えらいご無理申しますけど、ぜひ若旦那が大阪行きはったら、若旦那のお姿だけでも拝ましとくれやす。何を言うてなはんねんな、拝ましとくれやすって。いや、そんなこと言いなはる。いいえな、若旦那が大阪行きはったら必ずここへ来てもらいますさかい。え、さやかいな、そんなこと気にせんと、しっかりとな、え、体養生して元気になっとくれやす。おばさん、こんなこと言うたら何でおますねんけれど、私は到底長生きのできん体、せめて若旦那の船乗り込みのお姿だけなと陰ながら見とおます。何を言いなはんねんな、お徳さん。そんな気の弱いこと言わんと、しっかりと養生して船乗り込みまでに体直して元気な姿で若旦那のご立派になりはった姿を見なはったらよろしいがな。え、おばさん、よう言うとくな。わたいもな、そのようで今日まで一生懸命養生してきましたけど、私の体は到底治る体やおまへんの。おばさん、船乗り込みのシーまでは私こないしておとなしいに寝てますけど、必ずその日はどんなことがあっても愛をいばしの上まで連れとくれやすや。わかった、お徳さん、わかった、わかった。そらそやともずいぶん苦労してんさかいな。わかりました。船乗り子に立派なお姿を見張ったら、それだけでひょっとしたらあんたの病気が治るやわから、よろしゅうま、うちのおやすさんと二人でどんなことがあっても愛をいばしまでお供しますさかい。それまでにしっかりと養生しなはれや、お願いいたします。言うとおります間に日が進みまして、いよいよ船乗り込みの日。昔は東京から大習いの役者はんが来はりますと、大抵大川から船に乗りまして、東横堀川を下ってきて道頓堀から自分の出る小屋へ上がったそうでございます。その日ももちろんのこと、一番前の船には菊五郎菊之助親子が二人乗りまして、後の船五六艘ございますが、お囃子の船、役者衆の船、たくさんに連ねてやってまいりますんですが、ただいまと違いまして、昔は照明スポットライトというのがなかった。他の船はほっといても六代目、五代目菊五郎と
それから菊之助の乗ってる船だけは、フラーカル、テラシってやったすな。食材の絵の長いようなものを左右からこういう風に出しまして、顔をば照らしてみせます。つまり、あれと一緒ですわね。あの赤いことは思わへんねんけど。ところが世間が狭い境、暗い、その、食材の日でも、そこだけはくっきりと闇の中に浮き上がります。これで左右から照らされて、今申します通り、東横堀をば西へどん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 とやってまいります。さあ、その日は、大阪城の芝居ファンが全部道頓堀へ集まります。橋の上はモースに及ばず、両側のうちの下も2階もいっぱいの人、中にはあーても屋根の上へ上がって追ってるやつがある。さあ、そうなりますとえらい人気ですな。いよいよ船が道頓堀側へ入りますと、橋の上から一斉に、音よー待ってました、音よ船へ待ってました音よ急ごろおい、おい、なんでね。さっきからあんた、菊五郎のことばっかし言うてはりまんな。ちょっと息子のことも言うたったらどうです。言うたったらどないですよ、あんた。息子とあんまり心安をしてまへん。ほら、なんでかいな、あんた五代目と心安いっちゅうんだか。いや、別に心安いことはないけど、まあ東京で、菊五郎、團十郎っちゅうたらええ役者でんが。だから知らんけど褒めてまんねや。ようそんな元気なこと言いなら、せめてあの息子もちょっと褒めたったらどないです。よろしま、褒めてあります。おい、五代目、五代目の息子や。何代目です。そら分かりめ、まあ将来は六代目でっしゃろ。青なこと言いなら、あれ、実子と違いまねんで、養子でっせ。六代目は、実子の牛の杉手が継ぎまねんで。ああ。ほんと、また偉い、詳しいもんな。いや、詳しいちゅうわけはまへんけどね。ああいうね、家柄っちゅうのはみんな備えになってまんねん。ほんなら、養子やったら、どない言うて褒めなる。な、行きますわ。わっ！五代目！ついでに五代目藩、何を言うてんの。そんなこと言うてんねん、あおやんか。皆がやかましい言うとおります。こっちはまた物知り顔に、よっ待ってました、祥子藩。祥子藩。誰を見てなん。誰か、あの、一番前の船に乗ってる、あの役者だ。ほう。ほんと、祥子藩ってこと知ってなん。うん。あら、大阪にいてた祥子で。いや、なんでかいな。大阪でいてたあの、棒だらの祥子。あれが、あの、菊之助でか。そうでんがな。あんた死んなれへんか。今ではええ役者になってまんねんで。さようか。棒だらってなこと言うたら叱られますわ。よっ待ってました。ひだら、何を言うてんの。棒だらもひだらもエロかわれしまへんが。皆がやがばし言うとおりますうちに。船が鮎井橋の下へ差し掛かります。若旦那、お久しゅうございます。お徳さん、若旦那の立派な姿見張りましたか。ほんまに立派になっとくなはった。私はこれで死んでも本望でおわす。何を言いなはんねんな。お徳さん、そんな気の弱いこと言うてどないしなはんねん。これから会わんならんのに。ほんまに。お徳さん、あんたが惚れて夢中になるのは当たり前やわ。ええ男やこと。なあ、お徳さん。あんたとえらい違いやな。ほっときゃほんだら。なんかしてるかね。皆がやがましい言うてる間に、中座へ着きまして。いよいよ初日の幕が開きます。話変わりまして、こちら
男は荒門屋夫婦に連れられまして千年町の2階へ帰ってきました。ところが若旦那の立派な姿を見ていっぺんに容態が変わります。さあそうなりますと荒門屋夫婦がうるたえ騒いどる。ちょっとおやさん、せやさかいわた言うてるやろ、無理さしたらいかんちゅうのに、ああいう居場所連れていて、なんか気づかん。我が一目でも見たら、ひょっとしたら薬代わりになるちゅうたやな。なんか気づかん。おーら、えらい顔色が変わったで。ほら、落ち着いてられんで。すぐにな、お医者さん呼んでこなあかんで。あんたが呼んどいで。よ、そんなことぬかすわ。お医者さんわしが呼びに来るのやっか。あんたはそれぐらいの役しかできへんねん。はよ言うんどいな、あれ。言われて、おやさん、べーっと医者を呼びに行きます。お医者は脈取ってみると、いよいよ、あかんちゅうことがわかりまして、すぐに、知らすとこがあったら知らせ。それ見てみな、あれな、おやさん。知らすとこがあったら知らせ。もうあかんねんし。はい、はい、中の芝居行け。若旦那言うんどいな、あれ。わかった。俺はどんなことがあってもな、芝居の最中でも俺は若旦那引っ張ってくる。早いこと言いなはれ、言うとくで。あんたああでもんやさか、落ち着いて、今日は初日やさか、粗相のないようにしなはれや。分かったろ、俺は行ってくる。行ってくるって早いきんか。さあぞ、早い行こうと思うねんけど、足がいのかんねん。当たり前、座ってていのっかいの。立っていいなはれ、よっしゃ行ってくるわ。ベーッと走っていきます。そのうちにだんだん容態が変わってくる。おばさん、おばさん、お徳さん、どないやね、しっかりしなはれや。もうちょっと待ちなはれ。若旦那、うちのおやじさんが呼びにいたさかい、来はるさかい、もうちょっと辛抱しなはれや。おばさん、若旦那、親旦那の横手に座ってはったお姿、立派やったわな。ほんまやな、立派な役者になりはったな。あんたも苦労のしがいがあったわな。若旦那、若旦那船に乗ってはるけど、わたいはハスの腕何乗ってます。何を言うねんな。ようそんなこと言うわ。もうしばらくやで、もうちょっとしたら芝居がバレるさかい、それまで辛抱しなはれや。お徳さん、お徳さん、それまで死んだらあかん。わてとしたこと、言の悪いこと言うて、鶴壁、鶴壁。こちらは中の芝居、出し物が夜が酒、内名の横串。与三郎が菊五郎、おとみおば菊之助が務めております。芝居のええとこでございます。そこへ親父が駆け込んでまいりまして、頭取に話をいたします。もうしばらく待ってくれ。芝居が済んだらすぐにいてもらうさかい、さっき帰って待っててくれ。親父その返事聞いてビーッと走って帰ります。かが、かが、どないやって、どないやって、もうしばらくしたら芝居が跳ねる、跳ねたらすぐに証拠案来るさかい。かが、お前どんなことがあってもお徳さん知らしたら承知せんぞ。いや、そんなこと言うわ。いいえ、わかったるわいな。お徳さん、しっかりしなはれや、しなはれや。言うてるところへ表へガラ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 と車の音がしたと思うと、バタ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 階段を上がってくる足音。おお、お徳さん、我が旦那が来てくれやりました。お徳、お徳、お徳、おいらだよ、気苦労だよ。お徳、しっかりしねえよ。お徳、お父っつぁんも一緒だよ。
お得。しっかりしてくんで、お得。若旦那、こんな姿を見せして、すんません。何言ってんだい。何言ってんだい。おめえの無事な姿を見て、俺は喜んでるんだよ。お父さん、お父さんの口からお得に言ってやってくんね。お得、菊之助とおめえ、病徒になってやってくんね。おいらから頼むよ。お得、早く良くなって、菊之助の女房になってやってくんね。おやださん、それはほんまのことでござりますか。間違いはね。菊之助は、いい役者になったよ。徳は嬉しゅうございます。お徳、言いたか。おめえと俺た、晴れて今日から見事だよ。お徳さん、しっかりしとくれやすいな。こんな嬉しいことがおますかいな。芝居は大当たり。あんたら二人は晴れて妙と、めでたいことが二つ続いたやおまへんか。かか、当たり前や。めでたいことが続くはずや。音羽屋の門は重ね扇。お時間でございます。正月はメイドの旅の一里塚、めでたくもありめでたくもなしてらおうと申しますが、まあお正月というものはいくつ何十になっても誠に楽しいものでございまして、ましてお正月元旦の朝など、誠にすがすがしい気分がいたしますが、昔はこの随分と縁起を担ぐお方がございまして、ましてお正月などはなるべく弦の悪いことを言わんようにとえろう気遣いはるもんでございますが、ある船場の旦さんが元旦の朝早うから丁稚さんを起こしております。これさだぎち起きとくれんか。これさだぎち、まだちょっと時間は早いねんけど起きとくれちゅう。よう寝てるなこの子は。これへ、何ちゅう顔すんさだぎち、エロを早うから起こしてすまんねんがな。え、もう夜が明けたんや。今日は元旦や。店の方皆起きてもろとくれんか。え、お祝いをせんならんさかい。へ、今お店の方皆起きなはれや。正月だせ。早起きて餅食いなはれ。これこれこれ。なんちゅうものの言い方しなはんねん、お正月そうそう。それで飲うてもお前さん間から口が悪いね。もっと丁寧に物を言いなはれ。え、えらいすまへん。えらいすまへんやないで。気をつけないかんで。え、わかりましておます。あのな、お前さんすまんけどな、裏行ってな、井戸ですまんが、若水を汲んできとくれ。なんか言っとくなれ、待て。体気にそますやろ。ほんで、あの、鶴瓶がちょっと大きょまんねん。だからあの井戸で水汲むのんからいまへんねん。誰ぞ他の人にしてもろとくれやすいな。いやいや、
こういうことはな、なるべく年はのいかんもんがええねん。わしとこの店ではお前さんが一番若いねんさかいな、お前が組むのがこの お正月のしきたりや。年の若いもんがほんならなんでか若水組まんのでか。ほな年が若いんやったら私も若いますけど、ボンボンやったらどないです。何を言うの、うちのボンはお前まだ3つやない。3つの子供がお前井戸から水汲んだりできるかい。お前さんいといなはれ。あ、さよか。ほらあのどこへ汲んでまいりますので、ちゃんとここに桶が用意してあるさかいな、これへ汲んできたらええねん。あ、さよか。ほなちょっと汲んできます。あ、ちょっと待ちなはれ、ちょっと待ちなはれ。ただ黙って汲んではいかんぞ。あ、さよか。何度言わないといけへんの。普通なら歌を読まんなら、歌聞きますと、新たまの年立ち返る明日より、若やぎ水を汲み染めに蹴り、これを三遍な言うて、これここに台台があるさかい、これをば井戸の中へ落として、お年玉でございますって言って、これだけでええねん。あ、さよか。へへ。ほんなら汲んでまいりは。あ、ちょっと待ちなはれ。今言うた歌間違わんようにしなはれや。ええ、大丈夫でやす。一遍聞いたらすぐに覚えましたかい。ほんなら組んできます。え、旦那さん組んでまいりました。おお、早かったな。歌は間違わんように読んだやろな。ええ、多分間違わんように読んだつもりでますけど。多分間違わんように読んだってはえらい心細いな。どない言うたい。あの旦那さん、ちょっと足りますけど、初めはどない言いますので。はじめは新たまのや。あ、そこがちょっと違いますわ。ちょっと違うてどない言うて。目の玉の。目の玉の。それから旦那さん、それからどない言いまん。年立ち返る明日より。あ、さよか。私のでんぐり返るよ。でんぐり返る明日より。みんな違うな。その後はどない言うて。旦那さんのはどない言います。あんなことばっかり言うてる。若やぎ水を汲み染めに蹴りや。あ、私の違う。松子の水を汲み染めに蹴り。なんでそないけんの。ありごてで代々用はお人玉よう。そんなあんなこと言うて。正月早々弦の悪いことだ。かしいくさってどんならんな。ともかくな、え、あの奥にちゃんとお祝いの用意が出てたあるさかい、顔を洗ってすぐに出てくるように。どうぞ、明けましておめでとうございます。おお、番頭丼か。おめでとうだ。本年もどうぞ相変わりませずよろしくお願いいたします。いやいや、こちらこそよろしくお頼みいたします。どうぞ、おめでとうさんでございます。おお、木目丼か。おめでとうさん、本年もどうぞよろしくお願いいたします。はいはい、こちらこそどうぞよろしゅう。栄太さん、おめでとうさんでございます。ああ、こら助け丼か。おめでとうさん。栄太さん、おめでとうさんでございます。大きな声やな。また貞吉や。もうお前は余計なこと言わんで、黙ってなはれ、黙ってなはれ。さあさあ、まずはじめにな、往復おば言おうとくなされ。旦那さん、往復って何でわんす。貴様の前に置いてあるやろ、そのお茶を飲むね。ああ、これでますか。だが、私先ほどから気がついておりましたんですが、何じゃ貞吉が朝から縁起の悪いことを申しましたので、まあその縁起直しと申しますと何でございますが、ただいま往復をいただきまして、ふっと思いつきました。歌が一周浮かびましたんですが、おお、何ぞええ歌ができました。こういうのはいかがでます。往復や茶碗の中に開く梅ちゅうのができましたが。なるほどな。往復や茶碗の中に開く梅。番頭の、まあお正月らしいいい句ができました。結構結構。ただ私も一瞬浮かびましたが、おお、助け丼、あんたもできたか。あんたのはどういうない。私も往復や茶碗の中に匂う梅ちゅうのができました。なるほどな。番頭さんは白く梅、お前さんのんは匂う梅。ああ、なかなか結構結構。旦那さん、私も出てましたけど。さだぎち、せっかくやな、子供がそんなもんは出てるわけやない。いい話題が出てきまんね。往復や、ああ、往復や、茶碗の中に昆布と梅干しのドラえもん。苦しい苦しい。またあんなけんのあれ。ろくなこと言わんでもしょうもないこと言うてんとお祝いをしなあれ。
旦那お祝いと申しますと。お雑煮を予想てもろて先に祝いなはれ。あ、そうですか。え、おねえらい、どなたもお先いただきな。おちょどん、すめけどお雑煮予想とくなはれ。あ、言うときまっせ、言うときまっせ。あの、私の予想てくれはるときにね、あの、お餅ぎょうさん入れといてくれやっしゃ。また、お正月お餅食べるのが楽しみでね。ええ、で、あの、芋は入れんようにしてくれやまた、芋嫌いで、ね、お腹が張っておならが出ました。お芋なるべく入れんようにって。大体あれ、ずる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 してね、よう滑りましたの。芋入れんように、ええ。芋の代わりにお餅余分に入れといてくれやす。ええらい滑れんけど、取れまして。あ、旦那、あの、なんでお正月はこんなお箸を使いますので。そら祝い箸というてな、おめでたい時に使う箸や。あ、さよか。普段の箸とえらい格好が違いますけど、これはどういうわけでおわす。ああ、その祝い箸の言われを聞いてな、あの、お前も知ってる通りな、普通の箸は片一方だけが細いになってあるがな、それは真ん中が太いや。これ真ん中太って両箸細まんな。つまりな、わしとこのうちも初めはこんな大きな寝台やなかった。初めはどこのうちでも寝台というものは細いもんや。それがだん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 と太なる。その太なったところをはしっかりと掴むのが、これが人間の運を掴むのと同じこっちゃ。あ、さよか。ほら、ご当家初め寝台が細かったわけでんな、この先の方で来てんな。そうや。ほんでだん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 太なってきた。ほんで今ちょうどここでんな。ほんで今旦那はんがこないしぐーっと握ったありわんで、ね、ほんでまたこれで先で細なってましたから。ほんでボンの台になったら細なる。またそんな余計なこと。なんでお前そないしていちいち言の悪いことばっかし言うねん。しょうないこと言うてんと早い。お雑煮祝いなあれ。ええ、分かってまんが。おっちょうどまだでか。え、できましたか。あ、おおき、こっちよくなれ、こっちよくなれ。おっちょうど、また言うてましたろ。芋嫌いやつってまん。もちぎょうさん入れといてくれって頼んでましたろ。これ見てみなあれや。ほら、また大きな芋が入ってあるわ。入ってあるもん、これほかすわけにいけへんねん。そうやな、好きなもん後に残しといたろ、嫌いなものさっき食うてもたろ。この芋が、あかん、ほれほれ見てみな。せやかまた言うてましたろ、芋はツルツル滑るさか嫌や言うてましたろ。そこへまで言うとこの橋が丸おましたろ、ずらっと滑ってるよ。芋が逃走しよった。ああ、またえらいすめえねんけどね、おたいの芋が見よったん、ね、で、バンタンのおでんの下へ耳隠してまんねん。すめえけど、ちょっとそっちから追い出してもらえへんか。いい、そっちから追い出してもらえなんだら、こっちからまあ、踏み込んでね、おで、こいつをはね、こうして、さっと、おお、芋の貼り付け、またそんなけんのある。しょうもないこと言うてんと、早く食べなら、いただき、いただき、ああ。うん、私芋嫌いやっつってる。おお、じゃあ芋いる。まあこの芋さえ食べてしまったらな、あとは私の好きなこのお餅が、旦那、この時お餅うまいことつけてますわ。去年はちょっと鼻垂れ餅でしたけどね、今年はね、ちょうどええお餅出ますわ。へ、大事、もち米がやるっつったかいね。へ、はい、あっ、あん、え、これね、お餅やったらね、もうあの元旦の日にはね、とう食べるつもりでね、ほんで2日目が15食べましてね、ほんで3日目には20。何をごちゃごちゃ喋ってんの。喋らんと早う祝いなり言うてましたんかや。うん、なんと言うたらごちゃ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 文句やぜ。ああ。うん、あ、今までごちゃごちゃ喋ってたと思ったら今度は泣いてるやろ。どないしたんや。だんだんえらいことしました。えらいことしたってどないって。歯が抜けました。これ、もう縁起でもないこと言いなはんな。
お正月元旦早々歯が抜けたって。なんでそれは弦の悪いこと言うねん。なんでそれは弦の悪いこと言うちやったって抜けたもん仕方ないがな。ばい。あせ。私聞いてまんのうちのおかん言うてました。歯抜けたときは気ぃつけやちゅうけ。あのね、上の歯が抜けたときにはね、目下のもんが死にまんねんてね。あの下の歯が抜けたときは自分より目上の人が死にはるそうだ。えらいこと言った。上の歯抜けたり、目上の人が死。あ、だな。歯が抜けたと思ったら、見てみなれ、50センチ銀貨が出てきました。番頭どん聞きなさったかな。やっぱしな、あんな弦の悪いことばっかし言うてても子供やな、罪がないな。いやいや、わしとこのうちはな、毎年お餅つくときにな、50銭玉を遠掘り込んどく、うん、でもしもそれが当たったもんはその人間は今年は運がええちゅうね。ただき喜べよ、お前は運がええぞ。旦さん、なんでかいな、私にこれが当たったさかい、私今年運がよろしいの。なんで出んねん。なんでってそやないかい。金持ちになるぞ。金持ちになる。なんで、なんでってそやないかい。餅の中から金が出てんさかい、金持ちになんねん。あ、なるほど、餅の中から金が出て。あ、旦さん、そら金の中から餅が出たら金持ちになるかしらんで。餅の中から金が出てんさかい、ここの寝台持ちかねる。またそんな余計なこと。同じの正月でっちでございます。